そうと決まればとんかつでも作るか。エリカちゃん揚げ物多くてマジ困るって言ってたよ。勝負にとんかつはつきものだろ。あ、サチも食べてくか。あれ、ただいま。おかえり。エリカちゃんに会えた？いなかった。本当に？って何してんの？家で。どこ行くつもりよ。お兄とエリカちゃんの家だよ。あ、サチちゃん来てたんだ。サチが家でした。そうなのよ。帰ってきたと思ったら突然荷物まとめ出して。サチ、とにかく明日には帰るよう説得して。わかったよ。わあ、いっぱい持ってきたね。うん、だってここに住みたいから。本当？嬉しい。それはダメだ。大体なんでお兄が決めてんの？関係ないじゃん。あるだろう。ここは天野さんと俺のために用意された家だぞ。お前のためじゃない。まあまあ二人とも、私がお父さんに聞いておくから。ここはね。天野さん。エリカちゃん好き。でどうして家出なんてしてきたんだ？勉強を教えてもらうため。家大変なことになってるでしょ。ただでさえ貧乏なのに収入なくて困ってるから。急にどうしたんだよ。今までそんなこと言ってたか？お兄と同じこと言ってるだけじゃん。まあそうだけど。